今日紹介する作家は芥川龍之介。大正5年に中央公論に発表された短編小説です。芥川龍之介、ハンケチ。大学教授の長谷川金蔵はストリンドベリの演劇についての本を読みながら武士道について考えています。そこにかつての教え子の母親が訪ねてきて、息子が亡くなったと告げます。終始気丈な態度の母親を見て、長谷川はあることに気づきます。先生は夫人の手が激しく震えているのに気がついた。震えながらそれが感情の激動を強いて抑えようとするせいか、膝の上のハンケチを両手で裂かないばかりに固く握っているのに気がついた。そうして最後にしわくちゃになった絹のハンケチがしなやかな指の間でさながら微風にでも吹かれているように縫い取りのある縁を動かしているのに気がついた。夫人は顔でこそ笑っていたが、実はさっきから全身で泣いていたのである。それから2時間の後である。先生は湯に入って晩飯を済ませて、食後のさくらんぼをつまんで、それからまた楽々とベランダの遠い椅子に腰を下ろした。例のストリントベルクも手には取ってみたものの、まだ1ページも読まないらしい。それもそのはずである。先生の頭の中は西山篤子夫人のけなげな振る舞いでいまだにいっぱいになっていた。先生は飯を食いながら奥さんにその一部始終を話して聞かせた。そうしてそれを日本の女の武士道だと称賛した。日本と日本人とを愛する奥さんがこの話を聞いて同情しないはずはない。先生は奥さんに熱心な聞き手を見出したことを満足に思った。先生は今まで刊却されていた本に気がついて、さっき入れておいた名刺を印に読みかけたページを開いてみた。ストリントベルクは言う。私の若い自分、人はハイベルク夫人の多分パリから出たものらしいハンケチのことを話した。それは顔は微笑していながら手はハンケチを二つに裂くという二重の演技であった。それを我らは今目つつ編と名付ける。L'amour, c'est mon harmonie. L'amour, c'est ma mélodie.46サードシングル走れバイシクル、8月22日発売。暑いけど、まあでもその朝からやってる人に比べればね、丈夫な意味が分からない。今日の衣装なんかすごい大人っぽい。私大人っぽくないから、早いよ。違う一面が見れるんじゃないかな。